君たち青年、はい、いつも、はい、アホなことばっかり。卵ふふ、エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。本日は竹金のお父さんが長野からこの両国国技館に、はるばるお相撲を見に来ているということで、僕ら竹金のお父さんにちゃんこ鍋を一緒に食べに行こうと誘っていただいて、両国までやってきたんですけども、何やら竹金のお父さん、はい、柔道やってたんだろ。柔道やってました。はい。で厳しいんだろ。まあ、ちょっと厳しいですね。いや、だいぶ厳しいかもしれないですよ。はい。でさらに YouTube 見てて、はい、なんか竹金がこう中指とかこうやってやってんの怒ってんだろ。ちょっとなんか多分怒ってますね。一つ言っとくけど、皆さんこれとかやってんの竹金が勝手にやってるんですから、それで俺怒られたらやだよ。いや、はい、いやすみません。でも多分それ一緒にやってる X さんもなんかそういう風に思って、あんまりよろしく思ってないかもしれないです。マジやだよ。竹金、初めてお相撲さんに握手いただきました。いや、ありがたい。でかかったです。大きかったです。はい。全然映ってなかった。そんな頑張ったのに。はい、はい、ということで、本日、竹金のお父さんに、両国でちゃんこ屋さんに連れてきていただきまして、ご飯とお酒をごちそうになりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっと君たち青年、はい、いつも、はい、アホなことばっかり。いや、ロリスマンでもう一回。いやもうちょっと酔っ払ってるんでね。 YouTube は見ていただいてるらしいですね。 ザ・トライズ、はい、YouTube のなんか感想を言っていただければ。テレベトラヤパニーとかちょっと待って、やめよう、これちょっともう酔っ払ってるんでね。ちょっと、はい、はい、まあさっかわいいって言ってましたけど、はい、やっぱり優しいお父さんでした。よかったな。よかった。はい、そしたら最後にいつもの決めポーズがあるんですけど、こういうチャンネル登録よろしくっていう時に一緒にこうやってやっていただいてもいいですか。ザツライズ。はい、ザツライズ。それじゃあ竹金のお父さんと一緒にこれからも私頑張るから、チャンネル登録よろしく。卵ふふ、ありがとうございます。Excuse me、 そこまで入ってた。いいんじゃあ、なんか、はい、今日はどうだった。いや、いろいろありましたけど、はい、みんなも自分のお父さん大切にね、本当に大切にしよう。本当に僕育ててくれて、産んでくれて、いろいろお世話にしてくれた。産みはしないけどな。産んだらお母さんな。作ったけどな。でも本当に本当にいつもご迷惑っていうか、そういうことをやってくれるんで、みんなも親には感謝しよう。本当にそうだ。ということで、またチャンネル登録よろしく。バイ。卵ふふ。バイ。